サイドバックは足が速くないとできないですか？そんなことないよ。足が速ければ楽だけど、その分考えることはたくさんあるし、足が速い分何かに特化してるんであれば大丈夫。足も速くなくて、足元もなくて、ディフェンス能力も低いってなったらそれは難しいかもしれないけど、足が遅くてもディフェンス能力があったりとか、頭が良かったり、何かそれを補えるものがあれば全然どこでもできる。サイドバックじゃなくて。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。